皆さんこんばんは、和道です。2018年4月の30日、18時6分です。よろしくお願いします。はい、こんばんは。いやーね、休憩終わったらね、昼間放送するわって言ったんだけど、結局ね、眠くて倒れて爆睡して、今起きました。今起きたんじゃないや。昼ぐらいに起きたのかな？昼の3時ぐらいに起きて、ちょうどのんちゃんが家に帰ってきて、あ、俺寝てたんだって言って、和田さん寝てたよーっつって。で、御徒町に行ってきましたよ。もう、店何軒回ったかな、のりこと。すげえ、何軒も何軒も回って、ついに手に入れました。作りますよ、僕は。作りますとも。例のやつを。はい、こんばんは。はい、ワダムさん、ミノムさん、こんばんは。作ろうね。買ってきたよ、これ。なかなかなかったんだけどね、こんなにでかいやつが手に入ったから。こんだけでかかったら、こんだけでかかったらいいのできるに決まってるでしょ。いや、なんかね、いいものを作るって結局俺は大きさだと思ってるから。大きさ。これは来てるよ。これは来てる。はい、みのむしさんこんばんは。わたあめさんこんばんは。じゃあ、KP しようか。モンスターエナジーで乾杯します。KP！KP！ あとみんなありがとね。YouTube のね、チャンネル登録数がね、1500人超えました。みんなありがとチャンネル登録してないの？ワダムさん。ダメだよ。頼むよ。みんながチャンネル登録してくんないと、僕はただのゴミくず野郎になっちゃうから。力貸して。ツイッター、ふわっち、YouTube の3点はフォローしてね。和道リスナーを名乗るなら。基本の木だから、これ。頼むよ。力貸してよ。してる？ルナ、ありがとう。作るぞ、みんな。今日はちょっとこれから予定があるから作れないんだけど、買ってきたよ。かなりでかいよ。いや、これいい買い物だったな。買ってきたよ。5000円だった。5000円。え、割れてんじゃん。ふざけんなよ。のんちゃんもう速攻割れてる。マジか。ぶつけたんだな、俺。速攻割れたわ。ここ。やっぱコード、ああ、まあいいか。うわ、へこむわ。速攻割れてるわ。買ってきたのに。もうパキってる。ここ。ほら。えぐい、悲しいわ。これで作ります。これで。マジか。これで例のやつ作りますからね、皆さん。例のやつ。変態パンダ、この前ありがとうございました。この前なんかあった？ん？先日ってどのことだろう。はい、こんばんは。これで5000円だった。ありがとうございます。変態パンダさん。花火3発ありがとう。え、変態パンダさん、先日の件って何ですか？ありがとうございます。
クール花火ありがとう、3発も。え、変態パンダさん、なんかあったっけ。ありがとう、たくさん花火。先日何の件だか分かんないけど、俺はこの花火を受け取っていいのかどうか分かんないよね。これどんな形にする、これ。すげえ楽しみなんだけど。あー、思い出した、あれだ、なんだっけ、名前が出てこないけど、思い出した。いや、めちゃめちゃうまかったっすよ。びっくりしました。あれはアイディアっすね。あれはアイディアっすね。しかも、あれっすよ。リスナーさんのコメント欄見ました？変態パンダさん。そうだ、ラーメン屋さんのアカウントの方だ。店のアカウントじゃないから分かんなかった。そうだ、思い出した思い出した。めちゃめちゃうまかったっすよ、普通に。結構まずかったらどうしようとか思ったけど、お店流行ってるし。うん。あれ、リスナーさんでも食べたことある人、あ、そこうまいよって普通に言ってましたよ。いや、もう本当に頑張ってください。応援してます。また岡山行った時とかぜひぜひ寄らせてください。ありがとうございます。わざわざお仕事頑張ってください、変態パンダさん。あの、岡山のオーナーさんそうだ、思い出した。店長さんっていうかオーナーさんか、うん、オーナーさん、ラーメン屋さんのお店やってて、なんだろう、あの、つけ麺なんだけど、なんか料亭みたいな、なんかグツグツするやつあるじゃん。ありがとうございます、すいません。ありがとうございます、花火2つありがとうございます。あの、なんかこうすげえボリュームなんだよ。でもグツ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 、あの、冷めないの麺が。サルトビさん、こんばんは、楽しんでてください。で、今回僕はね、これで精霊ナイフっていうのを作ろうと思います。精霊ナイフ、精霊ナイフ、精霊ナイフってみんな知ってる？やろうぜ、俺も作ろうぜ。精霊ナイフ、精霊ナイフを作ろうと思います。5000円かけたからね。5000円、これです。いいでしょう、精霊ナイフ。これみんなで作ろうよ。これかっこよくない？これなんかニコ生で一時期流行ったんだよね。あの、石のナイフって言って、お守り刀で、それの素材で今、あの、目のを探し回ってきて、ようやく見つけて買って帰ってきた。めっちゃかっこいいでしょ。モンスターハンターみたいな、なんか、おま、なんだろう、もうこれ FF の世界だよね。で、ライト当てるとこういう風に光るんですよ。で、今石を買ってきたんだけど、もう早速欠けてるっていうね。5000円で買った。これ結構いい模様でしょ。これ2枚あって、これくらいの大きさのやつか。もう欠けちゃったんだけどね、すげえショックだよ。ここが欠けてる。なんで欠けたんだろう。あ、欠けやすい素材だっていうのが分かったね。丁寧に扱わないと。多分ね、X さんから借りてるね、シルバー作るやつで作れると思うんだよね。ビーンって切って。どんな形のナイフにしようかな。形が全てだからね、もう。どんな形にしよう。これさ、色目があるからさ、どこで切り出すかによってどういう模様になるか全然変わるよね。でも結構でかいナイフになるよ、ほら。この辺から持つから。で、柄の部分は鹿の骨、鹿の角を使おうと思ってて、みんなでナイフ作ろうぜ。あ、これ男はね、かっこいいって言うけど、女のリスナーさんめちゃめちゃ、な、何それはどうみたいな感じだよね。これを加工して、こう持ち手の部分作ろうと思ってんのね、俺は。この辺がいいかな、本当はこの辺がいいな。ここぶった切って、ぶった切って持ち手を作って、これで。こんばんは、マムさん。宝石ナイフ、そうそうそう。そう、見て楽しむっていうか、飾って楽しむ。で、こういう感じ。これ、めちゃめちゃかっこいいじゃん。めちゃめちゃかっこいいじゃん、これ。何これ。
これはもう3年前に手に入れた外配信の富士山でこう見つけたっていうか買った鹿の角にこのナイフの刃、めちゃめちゃかっこいいのできるよ多分。やば、欠けちゃうね。もう家に持って帰るだけでもうすでに欠けてたから。あとは歯のデザインだよな。歯のデザインどんな感じにしようかな。多分結構自由度が高く作れると思うんだよ。なんかさ、ありきたりな歯の模様だとかっこ悪いじゃん。なんか和道っぽいのにしようよ。これかっこいいな。これかっこいいね。なんかえぐくかっこよくしたい。曲がってるのがかっこよくない？こういう風に。どうだろう、どんなのがいいかな。いいよね、石でこういうの作れるって。テンション上がるわ。精霊と大解放、お疲れ。どんなの作ろうかな。なんかニコニコ超会議にこれの第一人者の人が出展してたみたいだね。結構ブログ更新されてた、いろんな取材されてた。ずっと眺めたくなるっつうか、俺部屋の中でライトアップして飾ろうと思ってるけど、なんて言うんだっけ、ククル刀だっけ、このナイフの形状って。ククリ刀だっけな、これ有名なあのナイフの形だね。なんかこういうさ、ストレートなのダサくない？なんか包丁みたいになるじゃん。なんかさ、せっかくのさ精霊ナイフだからさ、なんか曲がってる感じが、こういう感じがいいよね。こういうなんか曲がってる刃の模様とかさ、なんかでえかな。うわ、これえぐ、これかっこいい。やば。この精霊石の箱庭っていう人が第一人者の人だね。やっぱ本家の人はすげえかっこいいの作るな。えぐ。これが本家の人、この石を始めた人。なんかもともと石屋さんだったらしいよ、ブログ読んでたら。で、本当はね、この人の欲しいと思ったんだけど、なんか販売してないんじゃなかったかな。なんかあれなんだよね、お守りだから販売してないみたいな、なんかそんなんがあった気がするんだよね。で、みんな DIY で作ってんだよ。いや、これはね、切るナイフっていう目的じゃなくて、ただのお守りだから、アクセサリーだね。うん、刃物としてまあ紐ぐらいは切ることはできるんだけど、やっぱり目のうの石だから耐久性がないから、すぐパキッて折れちゃうのよ。俺も今買って持って帰ってきたら折れちゃった。だから大事に大事に扱わないと。飾りだね、これが。歯でっかい、5000円したよ。でっかいの買ってきた。でも柄いいでしょ、柄よくない？これ絶対かっこいいの作れるよね。あんまりでかすぎても折れやすそうになっちゃうから気をつけないとな。青の色綺麗でしょ。ライトで照らしてみようか。綺麗でしょ。目のうかな、これ多分目のうだと思うんだけど、なんつうんだろう、こういう感じ。うわ、かっこいい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 、超かっこいいじゃん。これさ、中にライト仕込んでもかっこいいかもね、中から光るみたいな。めちゃめちゃかっこいいよ、ほら。 FF じゃん、 FF ファイナルファンタジーじゃん。すげえかっこいいんだけど。いいね、いいね。もう小学生あたりがもうメロメロになるようなナイフ作ろう。どんな形がいいかな。結構でかいの方はこれで2個ぐらい作れそうだよね。 2,3 個作れそう。やば、
キッズ層を取り込んだら跳ねそう。 YouTube 向きかもねこれは、うん、でも俺は配信でやるけど配信者だからいいよね。どんな形にしようかな。まあこれ後日あの DIY するんでぜひぜひ楽しみにしておいてください。精霊刀なんかでもいろいろ覚えないとな。これ多分ね、塚を作らないといけないから鞘と塚を作るのが大変だと思う。めちゃめちゃかっこいいのに仕上げよう。おいおい、セキャバ嬢いらっしゃい、楽しんでて。なんか夢があっていいよねこういうのね。なんかナイフの形状で調べてみようか。なんて検索したらかっこいいに出てくるかな。ナイフかっこいいで検索しようか。メノを買ってきた。あの精霊刀を作ろうと思って。これが刃になるの。これが刃になる。5000円だった。問屋さん回って6軒目か7軒目でやっとでかいの手に入れて。小さいね、これくらいのやつは500円とかで売ってたんだけど、こんなやつとかは。でも刃がこんなんダセーじゃん。やっぱさ、シュッて抜いた時にさ、これくらいの刃渡りあった方がかっこいいじゃん。そしたら5000円で売ってた。ちょっと高い店だったんだけど、問屋さんにしては。まあ、物がいいものだったから、もう即買いだわと思って。ナイフの刃。ナイフ、かっこいい。贅沢に使う形になっちゃう。いや、いいのいいの。もう目のの板持っててもしょうがないからこれ飾って綺麗だねっつってもしょうがないからさ。どんな形、あ、これかっこいいな。これ中二病心くすぐるね。どんな形にしようかな。歯の形、こういう風にしてもいいよね。こういう風にしてもなんか今までにない感じにしたい。これがその精霊刀ってやつだね。これシンプルなデザインだけど、歯の形こだわりたいんだよね。うん。問屋はね、御徒町。あの、上野、簡単に言ったら。だから上野でご飯食べてぐるぐるのんちゃん またね、引きずり回してる。最近のんちゃんとお散歩ばっかりやってる。うわ、これかっけえな。こんなんが理想だね。シンプルにしないと割れるから耐久性と、いろいろ計算しながら限界までかっこよさを追求するけど、俺はこれくらいやりたいね。これでも割れるだろうな、加工してる間に。これおもちゃか？これかっこいいな。これかっこいいな。やっぱ石のナイフ結構あるな。あ、これ鰹節だ。誰だ、鰹節でナイフ作ったやつ。アホすぎるだろ。誰だよ、鰹節でナイフ作ったアホ。これアホだな。かっけえな。鰹節でナイフ作ってみましたっつって。アホがいるんだよ、やっぱり。
アホだな、本当に。あ、でもね、100均のスパナでナイフ作るとかいっぱいあるんだよ。なんかそのナイフ作ってみたっていうシリーズがあって、スパナは結構ありだったよ。スパナとか。これかっこいいよね。100均のスパナあるじゃん。それを加工して、みんな包丁とかナイフとか作ってんの。ほら。これはね、結構斬新でかっこいいなと思ったよ。スパナナイフ。YouTuber いろいろ試してるよね。まあ、ひたすら研いでるんだけど、スパナを。バカがいるんだよ、世の中には。どんだけかっこいいんだよ、このナイフ。こういうなんか遊びが上手なね、大人になりたいよね。まあ、ナイフの形状を勉強しよう。すごいよね。グレーゾーン。鰹節とか石のナイフは銃刀法的にはグレーゾーンだけど、おそらく捕まるから家の中で楽しんでくださいって書いてあった。まあまあ、もう警察の判断だけど、今グレーだって。要は、研いだ面が均一にならないとか、その刃として。っていうのだけど、ほら、殺傷能力はあるから、だからね、俺ね、刃渡りここ尖らせないで、少し丸みを帯びて、刃もそんなに尖らせないでやろうかなと思ってる。こんなくだらないことでね、銃刀法とか嫌だから。まあ、外に持ち出さなければ、全然部屋の中で使ってる分には大丈夫。こういうのいいな。こういう形状がやっぱ中二病心くすぐるよね。なんかいいのないかな。これかっこいいナイフだな。こういうシンプルだったらこういう方が好きだな。これかっこいいね。ナイフっつっても一概にね、実用性のナイフだから見た目がかっこいい。あ、鹿の角あるじゃん。俺はこれに近いね。鹿の角を絵にするっていう。これが俺のコンセプトに近いね、だいぶ。また女性リスナーこれドン引きするんだろうな。それこそ柄の部分シルバーで作ってもかっこいいかもね。楽しみだな。た、研ぐのが大変だからな。ライトセーバーみたいに柄の部分機械にしてもかっこいいんだろうけど。いろんな可能性があるね。いいですね、いいですね。もう素材はふんだんにある。顔の大きさぐらいあるよ、俺の。ただここの部分が欠けてるのと、今日持って帰った時にここの部分欠けちゃったから、この2つは使えないね。うまく切らないと。ここにも欠けがある。石だからそこまで長さは出さない方が多分いいんだろうな。湾曲させた方がかっこいいのかな。どうなんだろう。そうそう、いや、もう完全に師弟関係でっていう感じらしいよ。弟子入りして。偉いじゃん、解放。偉いね。30分、40分ね、目安は。すぐだよ、放送聞いてたら。すぐすぐ。大丈夫だよ。運動も楽しみな。一番いいのはなんかね、スポーツやるのが一番いいんだろうけどね。
夢が広がるぜ。いや、俺は褒めて伸ばすタイプだもん。人をね、こうね、怒ってね、伸ばすの大っ嫌いの。人間は褒めた方が伸びるんだよ。コレクティブエフェカシーって言うんだけど、生産性が上がるの。IQ が上がるの。褒められれば褒められるほど。だから実は人間って褒められると認められた気がして、どんどんやる、どんどんやるって。褒められるのが喜びになるのね。だから実はね、解放にね、ちゃんとねコーチングをしてるんだよ。褒めて成果が出たら褒めると、そうすると解放が痩せることにドーパミンが出るようになるの。そう、運動するたんびにドーパミンが自然と出るようになるから、ほっといても。そうなったらもうほったらかし、そしたら自然とどんどん痩せてく。あ、そうなの。不動産屋さんね、どうすか、精霊ナイフ5000円かけて買ってきたんだけど、これをナイフの刃にしてどう思います？この鹿のオリジナル DIY でこういうナイフ作ろうかなと思って、刃を切り出して、中二病心をくすぐりますよね。こっちの部分だと太くなりすぎると思うんだよな。男のロマンですよね。男の子はいつまでたっても男の子だからな。いいっすよね、ロマンっすよね、こういうの。もう手に入らなくて買えないものは作る。飾りっすね、完全に飾りっす。これは完全に飾りっすね。あの、切れないっす。黒曜石で矢尻とかも作ってみたいんだけどな。解放はどんどん痩せた方がいいよ、うん、俺は別に太ってる女性好きなんだけど、あの、痩せた方がやっぱり、あの、健康にいいからね。うん、あの、それのね、どれくらいだろう、うん、人によるんだけど、それよりも少ない。確実に少なくなる。なんでかっていうと、あの、無料ポイントも反映されてるから。メガホンとか無料アイテムっていうのは、だから粉飾のために作られたんだよ、あれ。あの、収入がバレないように、うん、そう。だから無料ポイントが多い人は、あの、マンスリーポイント高くても収入が低いので、あの、無料ポイントが少なくてアイテムじゃんじゃんもらってる人は、あの数字が収入に近い数字になるっていう、そういう感覚だね。うん、頑張ってね。こんばんは、いちかさん。楽しんでて。この一本で、例えば、この一本を縦にこうやって、横にこうやって切ったら、まあ、4本ぐらい作れるだろうね、多分。でも俺、刃渡りがちょっとでかいの作ろうと思ってるから、俺はこれ一本丸々贅沢に使おうと思ってんの。
ただまあこういう風に細い形状で、形状こだわらなければパッパッパって切れば3本ぐらい作れるじゃん。だから別になんかこだわってないよ、あの鉱石ナイフ作ってる人は。別にその形をこうマーカーで こうやってこの形で作ろうって言って、糸の子とかで切って、リューターとかでウィーンって切って、でそれを研いでいくの、ひたすらピカピカに自分の好きな形に。で絵の部分をつけたら終わりだから、俺はこれで1本作ろうと思ってるけど、別に2本も3本もいらないでしょ。今日ね、このあとね、ちょっと人と会うからね、待ち合わせしてるからね、ちょっと今日の放送これで終わりになるかもしれない。夜中に多分放送やると思う、この放送終わったらね。近場はね、ウォーキングでいいと思うよ。うん、まあ自転車も運動だからいいかもしれないけど、早く着いちゃうからね。で本当にいいのはジョギングだよ、ジョギング。ランニングにならない程度のスピードで、多分今の体重だと走れないから、膝壊してるから。プール通うことと歩くことはすごくいいことだから、プールとそのウォーキングでまず体重を落として、で筋肉がついてその体重が軽くなったら少しジョギングするっていうのが一番いい。ロードワークね、すごい痩せるよ。そうだね、プールで減量で、今体重何キロ ?5 キロ痩せたって言ってたけど、今何キロぐらい ?100、132ぐらいになった。今多分5キロ痩せたってことはそれくらいだと思うけど、132キロか、俺の倍ぐらいの重さか今。
何キロだっけ。まあ、とりあえずね、解放の身長が分かんないけど、まあもともとガリガリだったからな、解放な、数年前まで。100キロ近くはあったんだ。70まで落としな、とりあえず70まではゆっくりでいいから落としてあとピザトーストはダメだよピザトーストはダメだよ、うん、ダメダメ、ピザトーストはお話にならない、あれはダメよ。でもね、朝ごはんをちゃんと食べて、何て言うのかな、夜と昼、夜抜くっていうか、夜あんま食べないように、昼は食べた方がいいよ。朝と昼、朝と昼っつうか朝だけでもいいかもね。夜は軽く食べるって感じで、それでいいんだよ。関係ない関係ない、あのね、まず太る脂肪を作る原因っていうのは砂糖だから、糖分なのね。要は炭水化物、要はパンの方が太るの。逆にチーズっていうのはカロリーオフじゃなくて、普通のチーズっていうのはダイエットする人はよく食べてんの。ライズアップの人とかチーズとかナッツとかよく食べんの。女の人って脂肪分が脂肪分に変わるって間違えて覚えてるの。お米とか砂糖とか、なんだろう、まあジュース系だよね。ジュース、お米、砂糖、あと根菜、そういうものが太る。だから肉とかガンガン食った、肉と野菜はガンガン食っていいの。チーズもガンガン食っていい。コレステロールが 95% オフは全然関係ない。だ根本から間違ってる。ただ全く食べないはダメね。低血糖を起こすから減らすの。っていうか別にあれだよ、解放は普通の量食ったらただ単に痩せるよ。運動不足と多分その糖分取りすぎてたんだよ。だから砂糖は取らない基本的に。
この前お笑い芸人がイベント来たんだけど、その日のギャラ聞いてビビりました。安くてってこと？高くてってこと？匿名さん、スライリーさん、こんばんは。安かったってこと？ギャラが高かったってこと？どっちのパターンでビビったの？堀さん、堀が分かんないな。堀ってなんだろう、何の堀だろう。200？ あ、チャンネル登録ありがとう。渡辺さんありがとう。堀で200？お笑い芸人の堀？芸人堀。堀。堀っていう芸名なの？あー、この人か。モノマネの人だっけ？200？ 1 ヶ月のギャラじゃないの？ 1 ヶ月のギャラだったら、200だったらわかるよ。月収ね、取り分。だけど、1回のイベントで200はこのレベルの芸人さんだってないんじゃないかな。ハートプレゼントありがとう。うん、あ、いい、アンコロいらっしゃい。多分ないと思うよ。月の収入じゃないの？違う？匿名さん。うん。あのこのクラスの芸人さんだったら月収200は硬いよ。ただ単発のロットで200はない。イベントの内容によると思うけど、単発で200は絶対もらえないでしょ。鉄友クラスだとワン公演がだいたい15万から多分20万ぐらいなので、多分1日2個か1個か入れられるの。まあその日のギャラで 200？ いや、不可視だと思うよ。それは不可視だと思う。だって堀を見に200のイベント打って再三会うと思う。だって真鍋かおりとかが5万とかだよ。1時間5万とかの、ないと思うよ。いや、それは不可してると思うよ。どうなんだろう。いや、まあ一概にね、100% ないっていうことは言えないからあれだけど。うん。演歌歌手がワン公演300とかなんだよね。売れっ子で。紅白歌手の相場が300とかな。うん。ねえ、採算合わないよね。え、なんでなんだろう。堀を200で使うイベントってなんだろう。イベントの規模とかがわかんないから、まあ数万人入るイベントとかだったら、まああるのかもしんないけど、堀で200はねえだろう。絶対不可視でしょ。モノマネ最強、震災後のお笑い番組。モノマネは全然最強じゃないよ。どうだろうね。コロッケだったら、でかい公演だったらある可能性はある。でもそんないかないと思うよ。コロッケさんの公演とかのギャラでもピークで、まあ後1時間10万とかそれくらいですね。相場です、相場です。で、堀でしょ、ないでしょ、ないよ。吉本は折半だね、事務所と。で、他の、で、あの、吉本は事務所の取り分が高くて有名なの、折半は。だから30% ぐらい持ってくんじゃないのかな、普通の事務所は。個人事務所だから立ち上げるんだよね、みんな。まあまあ、うん、あの、笑いは取るだろうね、それはプロだから。うん、神奈月はね、うまいもんね。まあ堀もうまいし。ただまあ200はねえだろう。
なんかでも裏興行とかもあるからな、ヤクザの宴会とかあるからな、芸人さんって。そういう系もさして、匿名さん。それだったらありうるな。裏の興行、ヤクザの、宴会があるから。いや、金払いめちゃめちゃいいらしいの、ヤクザの人って。それはあるかも。はい、ワード2、リュウさん。アイテムありがとう。会社の祭り的なイベント。ほー。何なんだろうな。すげえな。民宅のお風呂ボイラー壊れて直しに行ったらチップ5000円くれた。いや、ヤクザの人気前いいよ。ヤクザの人は本当に気前いいし、やっぱ金払いいいっすよ。おお、2個ありがとう、パフェ。アイテムありがとう。全然。変な風にやかってきたりしないし、上の方の人は。やっぱ男気で食ってるわけだからね。稼いだ分じゃんじゃん使うよ。どの世界でもさ、やっぱりさ、ヤクザでも何でもそうだけど、配信でもさ、上の方に立つ人っていうのはさ、やっぱその人にこう慕われるわけじゃん。人格者じゃないとやっぱなれないんだろうね。人柄が良くないとなれない。どんな世界であろうと。これキューバリブレって言って新しく出た日本限定のやつ、キューバリブレ。なんで日本限定なのにキューバなんだろう。ハマりまくって飲みまくってるよこれ。めちゃめちゃうまい。もう毎日こんなん飲んでっかね、1本2本。俺死ぬぞこれ。ちょっとね、やっぱ1週間に1本ぐらいにしないととは思ってるんだけど、やっぱドーピングしまくらないと喋れないからね。かっこいいよね、デザインね。赤黒白。元気になるっつうか、やっぱね、カフェインが多いから、元気っていうよりも頭が回る。寝起きにスカッとくるっていうか。でもね、後半頭痛くなる。効きすぎて2本飲むと、4時間ぐらい経つとね、頭ガン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 する。これうまいね。これ味がうまい。最高。カフェイン抜いていいから、この味で。なんか駄菓子屋のコーラの味。炭酸抜けたさ、駄菓子屋のコーラあるじゃん。俺、あの味大好きの。安っぽいコーラ。キリンのコーラとかだから好きだね、結構。キリンのコーラ。うまいよ。
あ、ごめんなさい、ミニクボさん。NG ワードです。申し訳ない。脇腹が全然治んねえよ。もう5日も経ってんだぜ。ジャケ買いだよね。ジャケ買い。モンスターはデザインかっこいい、これ。ニュースピックス？いや、何も見てないよ。コンビニに行って、セブンに行って、ジャケ買いしたって感じ。ニュースは全然見ない、俺。興味ないもん。ニュース見ない派ですね。テレビとニュースやめてからだいぶ経つよ、俺。だってさ、ニュースなんか見なくてもさ、全然平気なんだもん。もう5、6年見てないよ。なんか噂で回ってくるし、なんか目につくし、本当にやばいことは。あとコメント欄でわかる。教えてもらえるから。今こうだよ、こうだよって。あ、帽子も持ってる、持ってる。UFO キャッチャーで手に入れたやつ持ってるよ。あ、ツイッターの方が優秀だよね。わかる。身近につながってくる人から入ってくる、ニュースの方が、自分に関係する可能性が高いと思ってて、例えばさ、ジャニーズの山口が女の子をどうしたこうしたとかさ、俺らの人生に直接全く関係ないじゃん。どう考えても。あ、おかしいよね。どう考えても関係ないもんね。誰がどう見ても。何の関係があんのって。なんでこんなに怒ってるのって思うもん、世間は。ジャニーズに所属してるとかだったらわかるし、なんか山口くんと知り合いとかだったらまだわかるの。何の関係もないもん、俺。ジャニーズメンバーと知り合いじゃないもん、そもそも。なんであんなにさ、怒ってるの、みんな。ね、ベッキーの件も思ったの。ベッキーの件に関してもさ、全然関係ないからね。全然関係ない。
じゃあそろそろ僕は出かけてこようかな。だから何だよね。あれ思いっきりフェイクニュースだよね。別にニュースですらないと思ってるもん。じゃあ僕ちょっと打ち合わせに行ってきます。皆さんありがとうございます。じゃあ今度ね、これで鉱石ナイフ作るんで楽しみにしておいてください。僕も楽しみです。これでナイフを作りましょう。で、じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れっすー。